はい、ということで、今度はロイベラックスの、ブースに来てますけれども、ロイベラックス村山さんに来ていただいて、いろいろ話をお聞きしたいと思いますが、どうも、はい、よろしくお願いします。で、今一押しのヨーロピアンギターがこれ。はい、これです。ちょっと説明をお願いしたいです、はい。今回の、まあ、東京ギターショーでお披露目させていただいている、はい、フランクハートンというメーカーです。フランクハートン、まあ、メーカーといっても実際には双子で作ってるんですけど。双子のビルダーさんなんですか？双子のビルダーなんです。へー、そこは、まあ、なんか面白いところなんですけど、全身のこのシェイプといいね、あと木の材質といい、なかなか変わってますけど、こういうデザインも彼らのオリジナル、オリジナルのデザインですね。いくつぐらいなんですか？30代後半ですね。じゃあまだ若い。まだ若いです。作りのがいいとか材料がいいとかっていうのはやっぱ当たり前のところで、はい、あと見た目の独創性っていうのはヨーロッパの人たちの気質だと思うんですよ、はい、車なんかでよく似てますね、プジョーにはプジョーのキャラクターが、アルファロメオにはアルファロメオのキャラクターっていうのがあるじゃないですか、はい、明確な、それと同じように、それと同じように、もう見た目が個性的なのはあの人たちの気質だと思います。で、楽器としての理由はやっぱり音色ですね。でそこにつきます。音色とあと操作性、楽器ですから。やっぱりセットネックでアーチトップのソリッドギターなので、はい、どうしてもレスポールとか PRS に代表されるような、ちょっとファットで、ファットで、中央域に特徴があってサスティの長い音にはなるんですけれども、それほど癖が強くはないです。どっちかというと弾き手の癖をそんなに損なわないんですね。弾き手のそのイメージでカットとか感性とかそういうものをなるべくスポイルしない道具としての楽器だと思います。その辺ね、ネックをさっき握って感じたのが、意外に太い割に握りやすいっていうか、疲れない感じのネックになってますよね。そうですね、あとはこのフレットの足切りがされているところですか、はいはいはい、だ細かいところがすごいよくできてたりするんですね。でもお値段が、お値段はそこそこに、お値段がなかなか、なかなかすごい値段がね、こちらの場合だとどうしても装飾、ね、インレイの装飾なんかも入ってますからっていうのもあるんですけど、で装飾も本人たちがやってます。へ、まあね、あの装飾とギター本体が違う場合が多いですけど、それも自分たちでやってます、まあ、これは染色してから彫刻のところ彫り込んでるんですね、薄く。これもちろん当然手じゃないとできないので、手でやっていくわけですけど、ですよね。これは細かい、もうまるで美術品ですよ ね、 そうですね、ここまでいくと、素晴らしいですね。あとお客様のこういうとかプレイヤーの、そういう見た目のアイディアっていうものも取り入れることができます。えっていうことは受注生産もできる？受注生産です、基本的に。あ、そうなんですか、すごいな。これだけのものはなかなか手に入らないんでね。じゃあ例えばギターショーが終わって、はい、このギター見たいとなったらどこへ行けば？あと愛知県一宮市の方にショールームがありますので。一宮、はい、うわ、ご存知ですか、一宮って？いやいや、知ってます。東京からはちょっと遠いところなんですけど、ね、そちらの方にあの予約制でショールームもありますので、そこまで足を運べば、ではできます。でもね、このギター買おうっていうぐらいの人はそれぐらい別にへとも思わない、本当にでしょうね、それぐらいの価値あるんでね、ぜひね、あの見たい人は実際ね来てほしいですよね。がだいぶ使ってるらしいですけどね。彼曰く世界で一番セクシーなギターらしいです、このくびれが。そうそうそう、このくびれもセクシーだし、音そのものも本当、あ、こういうバランスでくるかって、トータルのバランスな感じがとてもね、まとまってていい感じがする。この手のギターはやっぱりフロントピックアップの音っていうのは美しいと思いますね、はい、フロントの、じゃあクリーンで弾いてみてください、はい。関係のエフェクターいりませんね、これ。あ、いらないですね、全然いらないですね。ソリッドなんだけど生なり感があるんですよ、いやこれはびっくりした。